皆さん、こんばんちは。こんばんちは。こんばんちは。こんばん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 ちは。こんばんちは。こんばんちは。テレトテトテトテテテテレトテトテトテテテ。今日はね、なんかいくつかのセブンイレブンのスイーツを買って食べてみたいと思います。どっちが美味しいかな？ローソンか。俺はね、セブンイレブンのがね、種類が多いと思うね。マジ？セブンはね、おにぎりも弁当も全部うまいから、多分一番うまい。OK、Let's go。Oke guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, aku mau jawab satu pertanyaan kalian yang sudah kalian kasih di IG-nya nama Sari Gandum. Oke, pertanyaan kali ini dari Sari Yuniarti 567. Menurut Bang Jer, fans itu apa sih buat Bang Jerom? Aku pribadi nggak ngerasa aku ini idol gitu ya. Aku juga nggak ngerasa kalian sebagai fans, tapi sebagai temen gitu. Makanya kalau misalnya kalian pernah nonton aku di TV, aku nggak pernah mau disebut sebagai YouTuber atau wah gitu. Nggak enak aja gitu guys, kayak YouTuber gitu. Aku lebih mau kayak mahasiswa gitu. Kenapa? Karena kesannya kalau YouTuber kan, wah YouTuber di atas gitu kan. Ya aku nggak mau dianggap terlalu berlebihan lah. Jadi aku teman kalian, kalian juga teman aku. Kita sama-sama bertumbuh lewat channel ini. Selain teman, kalian juga adalah saksi perjuangan hidup aku. Jadi gitu sih guys. Aku nggak terlalu suka pakai kata-kata fans, tapi lebih ke teman gitu. Oke? Okay? Oke guys, jangan lupa makan nama Sari Gandum. Lebih enak kayak gini. Mantep jiwa. Enak banget. Oke, okay, selamat menonton videonya. Let's go. Oke. Okay. Nanti kita masuk. Kita lihat ada apa aja, guys. Ah, koko kah? Pari purin? Zeri kah? Zeri, zeri atau purin? Pizza doko? Pemengka. Wah. Eh, naka basket cheesecake mo aryo. Basket cheesecake. これチーズケーキめっちゃハマってるんですよね、最近。あ、エクエルもある。これうまそう。じゃあこれ買おうか。うわ、いい。これと、バスクチーズケーキ。チーズケーキと、絶対マスクケーキ。で、これ何？カービィ。カービィ、マリオコラボ。あ、これマリオか。カービィじゃない。これ買う？なんかちょっと面白そう。買おう。面白そうね、買おう。あ、これ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 。マルクリップ。これは。セブンイレブンにしかないよね。今出たそれミルクレープ。これはうまい。これは。これガチで。これ買おう。絶対うまい。え、じゃあチョコレートも買う？オッケー。うわ、ガスケープ。次何あるこれ？あ、餅みたいな。かわいくない？あ、そのチョコ餅。生チョコ餅。絶対うまい。じゃあ、チョコ好きだわ。大好き。いや、これ。うまそう。チーズ蒸しケーキサンド。チーズ蒸しケーキサンド。買う？これうまそう。あ、クリーム with whipped cream and chocolate。これはね、君だけの。面白そうね。面白そう。じゃあ。何個？めっちゃ多いね。めっちゃ多いね、意外と。結構くらい。じゃあ、これでいこうか。Let's go! はい、皆さん、買ってきました！おいしそう。多いね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16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 、
300円で、カロリーは278。あ、意外と低い。わあ、かゆいガイス。ジャブドル。うわあ、リダウ。いつか。うわ、リダウ。いただきまーす。うまっ。うまっ。
ふわふわやん。わあ、うまうま、うま、生クリームなんかすぐ溶ける、うめえ、うまこれはうまいわ、これはうまいわ、これ優勝、これ一番まだよ、あれか俺も今暫定1位かな。そうね、これも一番うまこれとコーヒー飲んだら、わあ、完璧、コーヒー飲みて、いやうまうまい。ポイントは俺は9、俺も9、俺も9だな全員9、全員好みのようですね。そうね。じゃあ次待つか。次はこれだな、エクレア、エクレア、うわ絶対にうまい、これこれ絶対にうまい、まあ、そう、これ初めて見た、俺も初めて見た、初めて見た。カロリー352、おいい、まあまあ多い、おまあまあ多いね、上げてみようか。で値段は321円、まあ同じぐらい、同じぐらい、そうね、同じぐらい。でゲストブカ、うわ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 う終わりだお。また口うわ。どうし、ちょっと待って、上がらへんっぱいですよ。うわ、こっ。ほっ。うわ。めっちゃ濃厚や。やばいこれ。ココアみたいな味する。そう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 。チョコレートミルクじゃなくて、チョコレート。そう、チョコレート。ドラッグチョコレート。ケーキ屋さんのチョコレートケーキの味。結構、まあ、ビターな感じ。甘さっていうより。そうそうそう。いっぱい出てきて。終わりだお。いただきまーす。あー、どこか入ったなぁ、苦だビルだけでいい。うわこれは結構大人めのエクレアだね。うん、大人向けの味だ。チョコレートも入ってるし、うん、その大きな何棒みたいなチョコレートであって、うん、で、なんか普通のエクレアとクリームでしょ、うん、これはなんかちょっと濃いクリーム、ミルクとこれだったらめっちゃうまい、ね、めっちゃうまい。これ濃いなぁ、濃い濃い、すごいね、チョコがもう大群で押し寄せてくるエクレアのポイントは、うん、俺は 7.5 ぐらい、俺は8かな、俺 7、 ちょっとチョコチョコすぎて、チョコすぎてね、ね、ちょっと一人であれ食べると結構きついかもしれない。あの量でちょうどだった、あれでもちょっとちょっと濃かったね、濃かった、うん。じゃあ次ね、さっきはずっとチョコレートだから、はい、チーズかな、いい、ね、チーズ蒸しケーキサンド、おお、これは130円、あ安っ安っ、それの半分、何挟んだこれ分かんない、287、おお、なかなか結構高いな、結構高い。じゃあ開けてみよう、ふわふわ、アゲニガイス、中身はクリーム、クリーム、あ、普通のクリーム、はい、いただきます、いただきます。なんかどら焼きみたいね、ソフトどら焼き、どういう表情、めっちゃふわふわ、うん、なんかさ、北海道チーズケーキみたい、うますぎ、うん、まっ、うわ、うわ、めっちゃふわふわしい、なんかクリーム、なんかチーズが甘い、うん、こういうチーズケーキあるよね、うん、なんかじゃあポイントはチーズ、チーズ蒸しケーキサンド、あれは 8.5 かな、これはね、なんか安いし、うん、値段的なコスパを考えたら、そう、8でね、8かな、8、 OK、 次、ちょっとね、今まで甘かったから、この寒天いこうか、キラキラスターの牛乳寒天、めっちゃ気になってたパイナップルソースアガル、おお、パイナップルか、いや、多分ね、カロリー低い、低いんじゃない、寒天だったら低いよな、下のやつ低いのかな、低いと思う、174、低いよ、低いよ、うわ、うわおー、リパスティカイス、
バイバイ。バイバイ。パイナップル。ああ、パイナップルだね。うん。パイナップル薄いね。パイナップル上がる。ああ、薄っ。あ、下はミルクプディンで、そう上はゼリー。オッケー。はい、ギリガイス。またできるできる。ケバラケバラ。いただきます。いただきます。なんかさ、薬の味がする。いやー、好きじゃないわ。ごめん。これ。俺もね、そんな好きじゃない。俺もね、あまり好きじゃないけど、まあ、別に食える。じゃあ、ポイントは 2.5 まあ。これは3かな。マジなんだろうな。意外と寒天がさっぱりすぎて、どっちかって言ったらねっとり系のが好きだから。うん、いや俺6。うん、あ、優しいね。意外とボリューミーで病院食みたいな。そうそんな感じだから、なんか化学薬品が入ってる感じがする。でも多分人によるかな。まあ、好きな人は好きだ。好きな人は好き。でも俺は好きじゃない。俺もあんま好きじゃない。じゃあ次はさっきのクレープのチョコレート、ミルクレープのチョコレートバージョン。あ、オッケー。遠い。遠いで。遠いで。これは300円で、カロリーは？これは高いよ、多分350、400。359。終わりだー、やばい。いや、でも、匂いはアゼック。アゼック、どういう意味？アゼックはアゼック、うわーみたいな。いや、違う、違う。この後ね、出てきます。あー、マイケイのチョコだ。うまい、これはうまい。アゼック、これはアゼックすぎる。これアゼックデュア。どういう意味？アゼック、アゼックはなんか楽しい。楽しい、楽しい人。アセイイエーなんかイエーアセイなんか楽しい。そういうシチュエーションで。シチュエーション。アセイ。じゃめっちゃ使いやすいね。そう。アセイ。牛乳飲みて。これ牛乳だ。これ牛乳だ。A few moments later. You guys, そうそう。You guys, どうだ？テレレテレテレリテレリリテレリリ。でもさ、ちょっと食感が違うね。弾力がある。そうね、そうね。確かにふわふわやったのけど、今回はチョコかな。それが 8.5 8 7。はい、次はですね、はい、じゃあチーズ、またチーズね。チーズスフレ、バスクチーズケーキ。はい、はい、似合ってないよ。似合ってるよね。じゃあバスクチーズケーキ、なんかロスにもある。これバスチーは流行ったもんね。うわぁ、皆さんこんな感じ。うわ、ふわふわそう。ローソンのやつはめっちゃ重い。なんか密度が高い。これは多分もっと。おお、でも、おー、でも、あー、濃いわ。濃いわ。これも密度高い。けど、あんまり重くない。それわかんないでしょ。いただきます。重くないけど、食べてみなきゃ。おお、濃いな。デパートの地下にあるケーキ屋さんで、チーズケーキ屋さんで売ってる味がする。うん。レベル高いね。俺なんかちょうどいい甘さ。うん、甘すぎず、なんかチーズケーキの中でも甘すぎるやつもあるけど、ああ、なんかちょうどいい甘さの美味しさだね。俺これめっちゃ好きだ。いいっすか。いいよ。まあ、食べれば食べるほどハマってく。じゃあポイントは、俺8かな。
俺9、俺7、意外と低い。なんか食感は佐々木の蒸しケーキの方が俺好き。これちょっとなんか濃い、なんか密度がで、ネバネバなんか歯にとかこの量でちょうどいい。そうね、これだからめっちゃ大きかったらもう困っちゃう。ああねそう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 。生チョコ餅いきますか。生チョコ餅ね、はい、これは3個、おー3個入れちょうどいいで、127、お安っ。カロリーは112、全部でチョコレートの周りに低い。まあそうね、ちょっとビターかもね。だね、じゃあいや、ロシアルーレットだ。いただきまーす。いただきます。もっちだ。うん、めっちゃもっち。あまり苦くない。あ、なんか中からソース溶けてきた。あ、うまいわこれ、うん、すごいね。これはうまい。なんかもちも、なんか一番中に、チョコソースみたいなのが入ってて、 そう、その周りにもちがくるんでて、さらにチョコパウダー。ああ、しかもこれ新、新発売。ほんとだ、バルイニガイス。バル、うん、バルバルバルイニガイス新しいよ、これ、みんなポイントは、ポイントは難しいな。まあまあまあ、美味しいけど、まあ感動じゃない。6 7 7、うん、OK、次。じゃあ次は、もっちりクレープ仲間チョコクリーム&ホイップ。うわぁ、バタフね、冷やしためっちゃ満タン。そうね、そうね、分厚で、いただきます。はい、うん、うわ、これはなんか長野さんにもある。うん、これけど多分どこのコンビニでもあるよ。うまい。これはこれめっちゃ好き。チョコレートとクリームが合わせたら甘くなって、さらにチョコチップ入ってるから食感がめっちゃいい。多分これ濃いからインドネシア人大好きだろうね。そうね、甘いし、うん、甘すぎ？ちょっとね、甘い。ちょっと甘すぎ。でもこれ1個目だったら美味しい、多分。ああ、そうね。ポイントは？俺5点かな。なんで？ちょっと、どういうこと？おい。俺は5点かな。俺は甘すぎ。甘すぎか。甘すぎて、ちょっと生クリーム多くて、ちょっと手汚れちゃうし、ちょっときつい。こいつやばい。俺はね、7.5 かな。ああ、俺は9かな。じゃあ最後ですね。はい。君だけのプリン。カム、カムオンリーの。そう、カムオンリー。カムオンリーの。でもこの君は、その。その君じゃないでしょ。そう、なんか卵の。うん、君でしょ。え、でもさ。え、なんで君だけのプリンがスペシャルなの？いやと思った。普通の卵も君だけじゃない。そう、君だけだよね。白身入れないね。そう、プリン。ちょっと名前がユニーク。これ普通のプリンだけです。で、中身はいつもカラメルソース。じゃあ、いただきます。あ、ザノーマルだわ、これは。いや、違う違う濃い。違う。何これ。なんか、タバコのその黄身が強い。その味、そうね、いい卵なんだと思う、多分。なんか、チーズケーキの味したなと思ったら、チーズケーキスプーンについてた。そりゃそうや。じゃあ、1.5。いい？こんなんやね。いやいや、3かな。3、ここで。ああ、俺も6で、あの、他にどこか出してる焼きプリン、焼きプリンの味じゃない、うん、なんかそう、焼きプリン、焼きプリンの味がする。でもさ、実はこういう動画だったらさ、なんか順番も大事。もちろんね。もちろんでしょ。そうそうそう、それが一番大事だよ、多分。そう、だから、だから今回の評価は、うん、まあ、個人の感想、個人の感想。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
どっちが一番好き？俺はミルクレープか、ミルクレープ、あとバスクチーズケーキ、これどっちか。あ、バスクチーズケーキ。俺はそのチョコチップス、あクレープか、クレープと、あとマイルクレープ、うん、そう、ミルクレープね。俺はもう圧倒的にミルクレープだと。ミルクレープね。まあなんか万人受けするよね、ミルクレープは。皆さんもね、なんか気になるものあったらね、うん、ぜひ食べてみてください。でもミルククレープはぜひ。そうね、おすすめ。そうそう、サネもミルククレープが好きだからね、おすすめ。おいしいね。はい、それじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、シェアお願いします。じゃあまたね、マンタップチーワーアゼもう一回、もう一回アゼバイ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 